Okay guys, Bocce the Rock, episode 11 reaction. If you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon. The link will be down in the description. And let's just go, because I'm super excited to see the festival. Come on! I need to see Bocce play. But she maybe ran off. We saw at the end of the episode that she's missing. But the question is, like, in the beginning of the festival, or like before the concert. ぼっちちゃんのクラス近そうだし見に行こうよ。お、ここっぽい。やっほー、ぼっちちゃんいる。ぼっち、もてなせ。どこ？メイド服ぼっちちゃん。 I would love to see that too, but I think she ran away. ぼっちちゃんが消えた？そんなに嫌なら言ってくれたらよかったのに。 Yeah, definitely. Something must have happened. Her favorite spot. とりあえず女子トイレ片っ端から探すか。え、全部。いや、後藤さんはそんな四六時中人のいるところには行きませんよ。では解説していこうと思うわ。まず人がいなくて。 地面として。うん。ナメクジが隠れそうなところを探すんです。こういう石の裏とかに張り付いているのですわ。ナチュラルに鬼畜だな。無意識に嘘ついて逃げてきてしまった。迷惑かけるし戻らなきゃ。こんな時に完熟マンゴーがあれば。あ、お帰りなさいませ。 Damn, when I go to Japan, I definitely want to visit the maid cafe, but I don't think my girlfriend will allow me to go there. このままではメンタルが完全にどうにかなってしまう。現実逃避しよう。ネットの世界に逃げよう。やっぱり私の動画のコメント欄はあったかいな。優しいコメントしかな。ん？失踪したの？ So you can just record yourself during the festival and put it on YouTube, right? Duodecimo sunset. Okay. センサー。動画上げたのいつだっけ。最近毎日忙しくてあげる余裕が。文化祭終わったらすぐに何かあげよう。ほら、いましたよ、後藤さん。本当にナメクジの居そうな場所にいた。ゴミ箱とかタンクの中探した甲斐がありましたね。全く人探ししてる気分になれなかったけどね。ほら、早く戻ろう。はい。お、見て見て。 結束バンド。OK、2PM。学校の中で結束バンドの名前見るの変な感じしますね。あ、はい、今日は純粋に文化祭を楽しみましょう。ね、後藤さん。北さんと違ってこういう学校行事楽しかった記憶が一度もない。いや、that's true。実はここ気になっててね。ちょっと寄り道したいな。 私も行きたいです。評判いいらしいですよ。<笑>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  Oh my god. Nah, I would love that. She's having fun, right? Nice. 後藤さんもこのまま遊び続ければメイド喫茶に戻る時間がどんどん遅れていいかもみたいな顔しないで。バレた。おかえりなさいませ。
こちらの席へどうぞ。後藤さんのクラス気合入ってますね。後藤さんも堂々と立って接客頑張ってますね。うちでのバイトの経験が役に立ったかな。違う。え、あれは立ったまま気絶している本当だあ、やばい。ん、世紀末的風貌の輩が。What? なんで中入れたの。お嬢ちゃん、看板持ちしてるくらいなら俺らと遊ばない。こいつ、俺たちのガン飛ばしにびくともしねえ。それどころか変顔する余裕まで。すみませんでした。それにしてもぼっちちゃん、メイド服似合いすぎじゃない。後藤さんはこういう甘い系の服似合いますね。うふむ、どうしました。ビジュアル方面で売り出すのもありか。え、ノーウェイ、じゃあダイヤの原石だったのか。りょうさん、 MV はぼっちを水着にしよう。今のバンドは動画サイトの再生数こそ正義、再生数稼ぎに。The thumbnail, I tried playing in a swimsuit. 再生数稼ぎには多少の犠牲も必要。 Few sacrifices. それかガムテープ巻いて海の上で引かせよう。ぼっちちゃんでお金儲けしようとしないで。何か頼んでください。ああ、そうだね、誰かお金貸して。Of course. おいしそう。あ、俺、このふわぴわとろける魔法のオムライスってどんなの。ただのオムライスですね。ユニコーンの夢かわキラキラオムライスを。これも普通のオムライスですね。これメニュー名違うだけで中身全部一緒。メイド服で予算なくなったらしい。あ、ふわぴわととろける魔法のオムライスです。すみません、この美味しくなる呪文ってやつ一つください。いや、これは、no、way. お客様は神様。うん、ふわふわピュアピュアミラクルキュンオムライス、美味しくなれ。パサついてる。見ててね、こんな感じで。ふわふわピュアピュアミラクルまさか溶け合い、温かな風を感じる味に変わった。まろやか。ひたちゃん、よかったらうちらのクラス手伝ってくれないかな。どうかしら。 I guess we are not gonna see them play in this episode. It's gonna be in the last episode, right? And I was so hyped too.But I got to see Bocchi in maid outfit, so... That's cheating!圧倒的適応力、接客力。先生、水をおかわりお願いしゃーす。あ、りょう先輩、あっちお願いします。まあ、ドリンク自分で取りに来て。すいません。ここはライブハウスじゃないです。でも素敵。りょうさんもよくわからない凄さが。後藤さん、休憩入っていいよ。はい。この扱いのさ。明日のライブが今から想像できる。 The concert is tomorrow. No. No. Oh.
Oh my, what is this? What are they doing? Did they just put it in, I don't know, Blender and made this animation? Like, what the fuck is this? これも北ちゃんとバンドの皆さんのおかげです。ありがとうございます。いやいや、こっちも楽しかったよ。ありがとう。明日のライブ絶対見に行きますね。やった、嬉しい。それでギャランティーの方は？ まさか、ただで人を使おうってわけ。出てくるよ。練習しに行くよ。わあ。帰る前にライブするところ、みんなで見ておきたくて。おお、綺麗な体育館だね。マックス千人ってとこか。さすがにそんなには来ないと思いますけど、でもたくさん来てくれるといいね。They will get the whole thousand people there。たくさん来るよ。北ちゃんパワーもあるし。はい。明日ここに立つのか。結束バンドのみんなで。Something's gonna mess up。前から思ってたけど、ぼっちちゃんのギターって年季入ってるよね。私も気になってた。フレットも錆びてるし、クラックもある。相当使い込まれたヴィンテージものだよね。売れば相当な値段に。ほら、すぐお金に換算しない。お父さんが若い頃から使ってるやつを借りてるので、結構古いやつか。そうだ。明日のライブ MC どうする？メンバー紹介と曲の紹介、それに何か一言って感じですかね。いいと思います。いや、今でも十分なんだけどさ、売れてるバンドのライブみたいにさ、 MC でも面白く盛り上がらないかなって。面白いバンドの MC なんかない。 Yeah, I think it's just ファンが空気読んで愛想笑いしてくれてるだけ。辛辣すぎ。人気が出ればそのうちクソ MC でも大爆笑になる。安心して。はい、喧嘩はなしです。最後の練習頑張りましょう。ごめんごめん、頑張ろう。じゃあ行くよ。Why are we still here? Just to suffer. どうかした、後藤さん。ライブ少しでも盛り上がるといいですね。She noticed that she was playing with Ryo, right? And she's getting better. みんな後藤さんにびっくりしちゃうかもね。いや、それは。絶対する。だって後藤さんはすごく。ううん、なんでもない。頑張ろうね。はい。She knows too that Bocchi is a guitar hero. I know it. I just know it. 秋の空気ですね。本当は今頃にはミニアルバム作ってる予定だったのに。少しずつでも前に進んでるからいいじゃないですか。いよいよ文化祭ライブ。学校の人の前での初めてのライブ。北さんみたいに絶対とか言えないけど、そねー楽しんでもらいたい。Something is gonna mess up. I just know it. I just know it. Please. I dare you. 自信を持つんだ。私きっと全部いい方向に行く。もしかしたら観客の中にレコード会社の人がいたりして。素晴らしい、ユウたち即デビュー。現役女子高生バンドのサクセスストーリー、ニュースに取り上げられたり伝説になるかも。また一人の世界に入ってますね。ぼっちちゃん行くよ。前のバンド盛り上がってるね。この曲今年ヒットしましたしね。バンドのライブでペンライト振り回すとか。ぼっちちゃんは大丈夫？はい。ぼっちちゃん、半年前まで半熟マンゴーだったのにこんな強い顔できるようになったんだね。I thought she would be。このバンド、ドラムだけ異常にうるさいな。後藤さんも深呼吸。Okay, never mind。みんな左手ね。はい。いいから。後藤さんも。はい。じゃあ、頑張ろう。Please。せーの。
I need to see it in this episode. I'm gonna be so hype. Oh my god. I'm gonna sweat a lot. Come on. Max volume. Of course, Kita-chan. Okay, this is maybe way too much. Oh! Oh, in they came! です。今日は私たちにもみんなにとってもいい思い出を作れるようなライブにします。それでもし興味が出たらライブハウスにも見に来てください。They're clapping. Okay. それじゃあ1曲目いきます。結束バンドで何やらなくて何頑張る青春で何が悪い。Why are we still here? Just to suffer. See you guys in the next episode.